今日は皆さんに想像してほしい場面があります。千利休にまつわるある茶室でのシーンです。千利休の名前は多分皆さんご存知だと思いますが、彼はまあいわゆるわびさびのお茶を確立した人物として知られています。切腹を命じられ1591年に亡くなりました。小説にも彼、映画も何作かあります。実は彼が考案したといわれる茶室が今でも愛知県山崎に残っています。持つ庵と書いて大庵と読み、国宝に指定されています。この大庵は小さな床の間とたった2畳だけのスペースです。さて、お茶はですね、大広間で行われることが多かったといいますか、茶会はそうらしいんですね。でも彼は茶室をですね、少しずつ狭くしていき、最後この2畳の広さの大庵に行き着きます。床の間は非常に黒が強い土壁で、他の壁も藁が混じった荒い感じの塗り壁です。明かりというの障子も質素でやや高い位置にしつらえられ、全体に暗い雰囲気を作り出しています。さて、冒頭に触れたシーンについてお話をしたいと思います。今日あなたは夜の茶会に招かれています。多分1本か2本のろうそくが灯されていると思うんですが、2畳しかない広さですので、当然そこにいるのはお客であるあなたと亭主だけです。使われているお茶碗ですが、真っ黒い、いわゆる黒楽です。模様などはありません。これも彼が注文して作らせたそうです。それまではこうろくろを使った面がスムーズな茶碗が使われていたそうですが、手作りと呼ばれる方法で作造されています。ろくろを用いずに手で直接こう粘土を形作るという手法です。お分かりになると思いますが、表面が少しこう凸凹していますし、楽ですから柔らかい焼きが特徴です。そのためこの柔らかさと凹凸と感じが相まって、手に取ると本当にしっくりとなじみます。亭主がお茶を立てました。あなたの方に振り向き、黒楽の茶碗が静かに差し出されます。それを両手に取ると筒状のお茶碗が手にすっぽり入り、お湯のぬくもりが棚心、いわゆる手のひらに感じられます。先ほども言いましたように手作りですから、お茶碗の縁も唇に柔らかく当たります。そうするとどうでしょうか。薄暗いお茶室でお茶碗は消えてなくなり、抹茶を自らの手のひらですくって飲んでいるかのような感覚に陥るのではないでしょうか。想像できましたでしょうか。千利休は何を考えてこのような茶室を作り、またこのような道具を作ったかは、その真相は分かりませんが、お客であるあなたと、それからお茶を立てた亭主が茶事を通して一体になることを願っての工夫、大げさですけども、まあ戦略だったと私は勝手に解釈しています。それまでのお茶の様式から、お客と亭主の関係性を主体にして、その関係をこう突き詰めて考え、2畳という狭い空間を考え出し、そしてその空間を薄暗くして手で作陶した黒い茶碗を用いました。二人にとって視覚的感覚的に何も邪魔になるようなものはなく、心理的にそして精神的に関係がより密になるように工夫したのではないでしょうか。もてなしという言葉がありますが、これは英語に出すとエンターテインメントになりますが、多分この場合はそうではなく、むしろ一期一会とか真剣勝負的な関係性ではなかったかと思っています。彼はお茶を通じてどのような関係を構築すべきか、もしくはどうありたいかという本質を突き詰めた結果が、このようなしつらいになったのではないかと考えています。すなわち千利休は人と人との関係、その究極の場としてのお茶のあり方の本質をこのように工夫したのではないかと思っています。豊臣秀吉によって切腹を命じられ亡くなりますが、秀吉のやり方や好みに必ずしもへつらなかったことがその理由の一つと言われています。他にも理由はあるそうですが、まあそれが一つだというふうに物の本には書かれています。しかしここで私は権力のお話をしたいというわけではありません。そうではなく、千利休は自分が生かされた本来の場、すなわち茶室という世界でお客と亭主の関係の本質を考え抜き、
貫き通した人物だと思い、先ほどのようなお話をしました。私の勝手な解釈が真実かどうかはさておき、そのような解釈をすると彼の考え、アプローチは貴重であるというふうに私は思っています。今の我々にも何か参考にすべき価値があるというふうに考えます。さて皆さん、今日は千利休のストーリーをお話ししましたが、どう感じられたでしょうか。そうですね、そろそろお茶でも入れて一服しませんか。